OB 大事だがついに登場し、我らがヤクルトからはまさかのオンドルセク投手が登場。バレンティンやバーネットを予想していた中、間から割ってきた巨人。そんなオンドルセク投手を能力徹底評価やっていこう。表の3ステは完全球威型、制球が低い分ベスピでそこは補おう。球種に関してはヤクルト純正において超貴重なツーシームスプリットスライダーカットを持っており、この上ない球種。ストレートは B 球種あってもよかったんじゃない。特殊能力に関してはタイピンこそないものの、相手の能力をゴリッゴリに削る三徳の重い球さえ発動すれば相手の打球が飛ばないのは必然か。寸評にはバーネットという記載が。これはもしかして。結論、ヤクルト純正は必須級。12球団に関しては中継ぎが手薄なら使う価値あり。以上、ローガン・オンドルセック。